ナンバー、アイ、ヒラ耀日本のダンスボーカルグループシーンの新たなリーダーに、B、ファースト、ハケイクルリーハタ、ヒケイクラックポップがコラボする音楽フェイスの舞台。日本の音楽シーンにおいて、ダンスとボーカルの融合は常に注目されてきました。このジャンルにおいて、新たな可能性を追求するアーティストやユニットは、その魅力を広げ、ファン層を増やし続けています。 特に注目すべきは、B、ファーストのメンバーである平野潮、シ小平野が、日本のダンスボーカルグループシーンに新たな息吹をもたらす可能性を秘めていることです。12月2日と3日に大阪京セラドーム大阪で開催される音楽フェス、DUNK ショーケースイン京セラドーム大阪において、平野ノ潮と B、ファーストのメンバーが、 ダンスの世界大会で4回の優勝経験を持つソータ、ソータと人気ダンサーで振付師のリーハタトップのダンスコラボレーションステージを展開する予定というニュースが話題となっています。フェスの背景この音楽フェス DUNK ショーケースイン京セラドーム大阪はラッパーで音楽プロデューサーのスカイ G、スカイハイ。 日本テレビによる大型プロジェクト DUN クランスユニバースネバーキルットの一環として開催されるもので、既に多くの実力派アーティストやユニットが参加が発表されています。このフェスには B、ファースト、マザル、K-POP グループのアティーズ LDH 所属のファンタスティックスオートザ・ジェットボーイ・ベインダーズ。 そして BTS が所属する韓国のプロダクションハイブへの日本支社、ハイブラバルズジャパンに所属する他国籍グループのチーム、さらには滝沢秀明氏のエンターテインメント会社、とべ、所属のイムプノッドも参加しています。このような異なる事務所や国の垣根を越えたユニットの参加が、音楽ファンにとって非常に興味深い要素となっています。B、ファーストとのコラボ。 B、ファーストは、平野紫仕様、キシ神宮タ、ジンからなる飛べのユニットであり、そのダンスボーカルの実力はすでに多くのファンから高く評価されています。また、リーハタとソータをも平野仕様をリスペクトし、ダンスの分野での共感を持っています。 リーハダを平野がキングプリンスに所属していた際に、一番の振り付けを担当し、その後もインスタグラムでコラボダンス動画を投稿し、友好関係を築いています。一方、ソータは平野のダンスに対する情熱と、明確に形にしている姿勢に共感し、彼をリスペクトしています。 スカイヒーヨーを、このコラボが発表された際に、平野紫耀がダンスとボーカルの両分野でその実力を発揮することを期待し、共鳴しています。ファンの期待このコラボの発表に対してファンからは期待の声が寄せられています。SNS 上では、リーハタさん、疑問符いつかあればと思ってたけどまさかこんな早くに、簡単符リーハタさんと一番、 平野君たちとソウタ君の開校もいつかあったらいいなぁと淡い期待してます。個人的希望です。やとべのイムップが参加なら平く君は参加しないのバッチバチに踊ってほしいよソウタとコラボなんかしたら最高なんだけど、ダンククにイムップがありなら、トラジャとかもありえそうだし、なんならそのつながりで平野しようとかもありえそう。など、ファンたちからの熱いコメントが寄せられています。 スカイヒーへのポリシー DUNK の公式サイトにてプロデューサーのスカイヒーを次のようなコメントをしています。良いものは良い。もうダンスボーカルシーンに垣根も差別も必要ない。ここを歴史のターニングポイントにしよう。 音楽をなりわいにする者として、同じく音楽を志すアーティストの皆様が楽しく切磋琢磨する場所を作りたい一心でやっております。s k アイヒ e のこのコメントは、彼が音楽シーンの垣根を取り払い、アーティストたちが共に成長し合う場を作ろうとしていることを示しています。 B、ファーストのメンバーである平野紫耀が、日本のダンスボーカルグループシーンの新たなリーダーとして対頭していることは明らかです。彼の圧倒的な人気と影響力、そして楽しくてハイレベルなダンスへの情熱は、今後さらに多くのユニットやグループとのコラボレーションを促し、日本の音楽シーンを活性化させるでしょう。 平野の陽が DUNK の中心的存在としてそのキャリアをさらに築いていくことは間違いありません。彼の存在が日本の音楽シーンに新たな活気をもたらすことは間違いありません。